一泊二日東京旅6月後半で、帽子はこのニューエラのアドベンチャーハット、メモ帳ですね、メモ帳、エアポッツ。僕のためにすいません、ありがとうございました。いつもいつもいつも僕のためにもう。ワンワンってことで、皆さんおはようございます。今回は東京出張一泊二日の旅ということで、がっつり東京をブリッと楽しんでいる様子を皆さんにゴリッとシェアしていきたいというふうに思っておりますが、そんなことよりもですね、前回健康診断で脂肪肝になったという報告をして、まあ、克服をするために生活習慣改造中という企画を実行中なんですが、健康診断の結果がついに書面でもやってきましたんで、こちらどうぞ、ポンっていう形で、これ見てください。実はですね、コレステロール値がめっちゃ上がってて、脂肪肝になってるっていうことなんですよね。で、まあ、もともとね、コレステロール値高かったんですけど、今回41歳過ぎて爆上がりしてるんですよ。やっぱりね、男の人ってよく厄年とか言うんですけど、40過ぎたらやっぱ病気を患う人が多いっていうのはまさにこういうところだなというふうに思ってます。なのでこれ見てもらったら分かる通り、この LDH コレステロール、要はその悪玉コレステロールですよね、この辺がめちゃくちゃ高くなってるんで、やっぱ消化しきれんくなってるんだなというふうに思ってますんで、この辺もね、意識しながら脂肪肝克服頑張っていきたいと思いますんで、ぜひぜひそのあたりもね、見ていただいて参考にしてもらえればと思います。ということで今日も一日やっていきます。まずはですね、東京に行く前に自分でやらないといけないこと、朝活でがっつりやっていきますんで、そのあたりもブリッと見ていただければと思います。やっていきます。はい、今から40分ウォーキング行っていきたいと思います。オールバーツ3日目、めちゃくちゃ軽いし足にフィットめっちゃするし最高です。行きます。はい、ちょっとお寺来ましたけど、石畳でも全然大丈夫ですね、滑らない、雨降った石畳でも大丈夫です。はい、そしたらね、今回の一泊二日東京旅、荷物紹介していきます。まず、こちらの方に替えの下着とサウナグッズ入っています。まあ、いかなる時もサウナに入れるようにサウナグッズはここに入れています。タオルはスイムタオル、吸水速乾抜群なんでスイムのタオルを使っています。で、帽子はこのニューエラのアドベンチャーハット、日よけもついてるんでね、めちゃくちゃこれおすすめです。ユニクロ EX ドライのポロシャツで、こちらも、ユニクロの UV カットパーカーレディースです。で、これはもちろん日焼けと防寒用に持ってきます。そしてキントのウォーターボトル、もうこれ必須ですね、ホテルとか職場とかそこで水を汲めば飲み物代がかかりません。で、キンドルペーパーホワイト、これ確実にいります。で、メモ帳ですね、メモ帳、エアポッツ、これが名刺入れ兼乗車券、新幹線の乗車カードが入ってます。イコカとかも入ってます。で、財布ですね、財布、こちらがドラッグケース、香水やら痛み止めやらなんやらがいっぱい入っています。で、こちらが洗面用具ですね、日焼け止めとか歯ブラシとかが入っています。で、ジェルもこのちっちゃいやつが入ってます。そして今回からニューフェイス、坊主のクワイエットコンフォート45です。やっとノイキャンありの新幹線に乗れます。
で三脚と充電グッズ類で GoPro Hero 9 ブラックでそれのバッテリー類。東京今日は大雨らしいのでモンベルのトレッキング用の傘、折りたたみ傘です。そしてこれがないと仕事ができないです。 MacBook Pro 14インチです。今回これを持っていきます。はい、ということで今回の東京出張でニューグッズが2つあります。1つ目はやっぱこれですね。最近買ったこのオールバーズ、ツリーランナーを履いていきます。で、東京がっつり雨なんで、雨の日のツリーランナーどんな感じなんかっていうのをがっつりレビューシェアしていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみです、これで東京行けるの。そしてもう1つはこちらですね。BOSE のクワイエットコンフォート45。ついに新幹線で初めてこちらのノイズキャンセリングを使います。前回使っていましたソニーの WH1000 酔っ払ってぶっ壊してしまいまして、2ヶ月間の反省期間を経てですね、こちらクワイエットコンフォート買いました。ちょっと BOSE のねヘッドホン初めてなんで、どんな感じなのか、どれぐらい新幹線のノイズキャンセリング聞くのか試してみたいと思います。で、ちなみにこれ3万円ぐらいしたんですけど、前回 YouTube に上げたんですよね。で、それを見た嫁大臣が昨年の誕生日プレゼントの代わりにっていうことで、これ嫁大臣が買ってくれました。めちゃくちゃありがたいし、めちゃくちゃ嬉しい。やっぱり持つべきものは良い妻ですね。はい、すいません。ってことで、東京出張行っていきたいと思います。のぞみ6号爆風行きです。自由席の後ろよりの1号車僕のためにすいません、ありがとうございました。いつも僕のためにもう慣れるな。はいはい。出さないでください。お取り忘れにご注意ください。